だったら俺にくれよ。今なんだ。ああ、そのつもりだ。お前にわかるか。あの日、今の強さがあればと、どれだけ悔やんだか。今この瞬間、過去と未来はつながっている。これからお前に俺の全ての強さを流し込む。代償がいるとあいつは言った。俺は構わないと答えた。お前も俺なら同じだろう。この未来を打ち砕け。幻。いや、何かが来る。どうなってんだ。竜を滅ぼすと決めた俺は闇雲に挑んでいった。何度も死にかけ、その都度生き延び、そしてまた挑んだ。そんな戦いを10年、いつしか銀剣は俺の一部であり、俺こそが銀剣であるという認識が生まれ、腕と銀剣の境がなくなる不気味な現象だが、竜を狩るのに不都合はない。体が異常な激痛を訴えるが、無視し戦い続ける。5年が経ち、銀剣と完全に融合。肉体そのものが銀気を発する武器となる。そこから3年、体内の銀気を増大させる術を編み出し、4年、銀気を自在に操る術を身につける。そして10年、人の領域を幾段も踏み越え、ついに最強の戦技が完成する。滅竜の極み、銀気刀法。この感覚を知っている。血族の実質的指導者は、神より王の称号を賜った方々に感じたのと同じ絶対強者への畏怖。ありえん。ありえん。ありえんぞ。人間ごときは私が恐れるなどあってなるもの。血に宿る魔力を全開にした私の真の姿だ。そしてこれが、この姿でのみ放つことができる最大威力の炎。これ砕けろ。
あの日、今の強さがあればと、どれだけ悔やんだか。もう一度、もう一度だけ、君に。生きてるよ。僕は生きてる。きっとすごくすごく頑張ったんだね。違うんだ。本当に頑張ったのは俺じゃなくて、でもそいつはもうここにいなくて。だけど俺はそいつの人生を知ってるから、どれだけレオに会いたかったか知ってるから。だから。